さあ始まりました、ようこそきゅうちゃんのコーナーです。本日の助っ人外国人奥さんさん、よろしくお願いします。はい、さあそれでは参りましょう。本日のようこさん、こちら。わからないですね。それでは参りましょう。ようこそきゅうちゃん。自己紹介お願いします。はい、中国の新疆ウイグル自治区から来たプルカティです。24歳です。独身です。独身、はい、独身。来日5年です。来日、はい、お嫁さんを探しに来たんですね。いやいや違います。さあ、新疆ウイグル自治区なんですが、中国の西に位置するウイグル族を中心とする民族が生活する自治区です。人口は約2000万人で、面積は日本の 4.5 倍ですが、面積の4分の1が砂漠です。最近では2009年にウイグル族と漢民族との間で衝突が起き、世界的に注目されました。うん、さあ、プルカティさん、普通のその辺の大学生じゃないですよね、日本人のね。あ、違います。違いますよね。はい、じゃあ新疆ウイグル自治区からいらっしゃったんですよね。そうですね、留学に来ました。あ、留学。はい、さあ日本に来た目的って何なんですかね。そうですね、以前日本学校で通ってまして、うん、現在東京理科大学で生物を勉強してます。あ、これちょっと優秀じゃないですか。いやいや、うん、生物学を、はい、今何年生なんですか。今2年生です。2年生、はい。ゆくゆくはどういうふうにしたいですか。そうですね、日本、まあ、うん、薬会社でちょっと就職したいなと。うん、日本に来るきっかけになったことって何かあると思うんですけれども。そうですね、うん、日本に留学してた父の影響もありまして、うそうですね、日本人の素晴らしさとか真面目さとか、真面目いうところを、うん、いっぱい教えてもらったんですけど、うん、それに憧れて、うん、で日本の音楽とかも言葉の、うん、文化とかも、うん、すごく好きなんで。なるほど。それに惹かれて日本に来ました。日本人の勤勉さと、ね、言葉の美しさ。さあ、そんな日本のですね、日本語で好きな言葉って何かあります？そうですね、うん、どんだけっていうのが、すごい意外な。素敵だと思ったのに。最近天下もう正直もう微妙な言葉ですよね、今ね、時期的にはちょっと面白くしよう。あ、なるほど。どんだけ、まあ、確かにね、一光さんすごい礼儀正しいね、はい、日本人の鏡みたいな方でございますから。さあ、今日番組に来た理由は何でしょうか。そうですね、今日皆さんにウイグルの文化を紹介したいと思います。うん、私ギターちょっと得意なので、ギターを使って、まあ、ウイグルの曲をちょっと披露したいなと思います。よろしくお願いします。本日はどういう曲ですか。そうですね、ウイグルでみんなが知ってる別れの時っていう、卒業式に歌うとか、遠く離れてる家族やふるさとを思い出して歌う曲なんですね。お父さんお母さんですよね。おー、はー、じゃあ、スタンバイの方よろしくお願いいたします。はい、お父さんお母さん、そしておじいちゃん、おじいちゃんマジシャンとかなんですかね。そういうわけじゃないのかな。ちょっとね、シルクハットかぶってたりしますけど、 なんか雰囲気なんかすごくロシアに似てる。あ、そうですか。お写真似てると、やっぱウイグルっていうのはちょっと寒い地域なのかななんて思いますけれどもね。さあ、それではですね、プルカディさん、もうスタンバイの方よろしいですか。はい、ちょっと大丈夫ですか。はい、それではよろしくお願いします。Hoşlaşmak demez,
Tilekler tilek. はい、どうもありがとうございました。それではお戻りください。勝さん、なんかその曲調がね、フォークソングとか、本当ですよね。ね、ちょっと日本のフォークソングみたいな。そうですね、日本の演歌ね、なりますよね。はい、演歌を聴くときに、まあ、この歌を似てますから。ああ、演歌。はい、とっても懐かしく。あ、そうですか。はい、歌います、説を。いや、今度ぜひさだまさしさんの曲とかね、そういうのも聴いてみてくださいよ。あ、わかりました。いつも聴いてるのが、よし行くぞとか。よし行くぞさんから遠くないですか、今の。ちょっとカラオケで。追いかけてですよ、だって。大丈夫ですか。ああ、でもね、本当に素敵なね。ありがとうございます。やっぱりアジア特有のこの哀愁のある音楽ってのはいいですよね。ブルカティさん、本日はどうもありがとうございました。このコーナーではスタジオゲストとして番組に出演してくださいます外国人の方を募集しております。詳しくは番組ホームページをご覧ください。出演してくださった方には世界が認めるアーティスト村上隆さんデザインの東京 MX オリジナルグッズを差し上げます。次回はどんなようこそさんが登場するんでしょうか。以上、ようこそQちゃんでした。豪華アーティストここに集結。8月28日29